英語学習の時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 How are you doing everybody? NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と英語で情報を取りながら私たちの情報力もどんどんアップしていきましょう。まずこのニュース字幕ありで確認してニュースの概要を捉えていきたいと思います。その後に字幕を使いながらこのニュースのポイントとなる単語、表現、そして詳細の意味を捉えていきましょう。その後字幕なしで同じニュースを確認してしっかりと字幕なしでニュースの意味が捉えられるのか理解できるのか確認していきたいと思います。その後に NHK ワールドニュースのお手本英語を聞いてその真似をしながら原稿を音読する本読みの原理でですね、日本人が苦手と言われているスピーキング力どんどんアップしていきましょう。一通りこのニュースで情報を得た後は What did you learn feel from this news? あなたはこのニュースから何を学んでどんなことを感じたんですかということを自分の言葉で話すより実践的なスピーチ練習もしていきたいと思います。 Google 自動翻訳この練習に非常に使えますので一緒に実践的な自分の思いを英語で相手に伝える練習もしていきましょう。一緒に英語力、情報力、どんどん上げていきたいと思います。英検1級価値チャンネル、いいなと思った方は、ぜひ迷わずチャンネル登録よろしくお願いいたします。I try to achieve more than 1,000 subscribers on my channel. チャンネル登録者数1000人以上目指しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、Let's check this news with subtitles at first. 字幕ありでこのニュース見ていきましょう。Let's check this out.We begin in Ukraine, where a top American official has swept into Kyiv on a surprise visit. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen arrived to reaffirm support for the country's struggle against Russia and to pledge more aid. Yellen met with President Volodymyr Zelensky and others. She visited a number of sites around the capital, including a memorial wall for Ukrainian soldiers killed in the war.Her visit comes 1 week after U.S. President Joe Biden made an unannounced visit to Kyiv. Yellen announced another $8 billion in aid. Our economic support is helping keep the Ukrainian government and critical service providers operational under extraordinary circumstances.Meanwhile, Ukraine's president also released an update on the fight in the country's east. He says it's become increasingly difficult around the key city of Bakhmut, where attacks continue to escalate. Russia's defense ministry said its troops destroyed a Ukrainian ammunition depot in the area. Russian forces have spent months trying to capture the city.さあ字幕ありでこのニュース一度見てみましたけれどもどうでしょうか。ニュースの概要を捉えられることができましたでしょうか。1週間前にアメリカのバイデン大統領が電撃訪問ですね、ウクライナの首都キーフに電撃訪問しましたけれどもその1週間後になんとアメリカの財務長官の、イエレンさんがですねまた電撃訪問をしたというこういうニュースでした。ではですね、この右側の原稿を使いながら、このニュースに出てきたポイントとなる単語、表現、そしてニュースの詳細の意味、見ていきたいと思います。一緒に単語力、表現力、そして情報力、上げていきましょう。では最初ですけれども、We begin in Ukraine ということで、ウクライナ関係のニュースですということで、Where top American official has swept into Kyiv on a surprise visit ということで、また驚きの訪問を、首都キエフにしたということで、US Treasury Secretary というのはですね、アメリカの財務長官ですね、財務を取り仕切っている女性の方ですけども、ここに左側に写真があるこのジャネット・イエレンさんですね、arrived to reaffirm support for the country's struggle against Russia and to pledge more aid ということで、さらなる支援をですね、表明する、プレージ、誓うため、そしてですね、ロシアに対して、まあ、ストラグル、非常に難しいですけれども、戦っているウクライナへのサポートをリアファーム、再確認するために、また、電撃的にですね、ウクライナの首都キエフを訪問したというニュースですね。やはりアメリカすごいですね、行動力というか、
この部分、覚えておきたい単語表現ですけれども、swept into という表現ですね。sweep の過去形ですけれども、これですね、sweep。もともと吐く、ゴミを吐くとかいう意味がありますけれども、さっと動くって言いますね、sweep into。ですので、さっとですね、ウクライナの首都を訪問したっていう時に使う、この swept into ですね、sweep into 覚えておきましょう。そして、on a surprise visit。驚きの訪問という意味ですね。そして次、reaffirm というのは再確認するという意味ですね。そして、struggle というのは苦労するという意味ですね。苦労しているという意味ですね。struggle。そして、pledge というのは誓うという意味ですね。そして、aid というのは支援ですね。このあたりの単語表現を覚えておきましょう。それでは次、見ていきたいと思います。イエレン met with President Volodymyr Zelensky and others ということで、財務長官のイエレンさんですけども、大統領のゼレンスキーさんと他の高官と会ったということですね。She visited a number of sites around the capital, including a memorial wall for Ukrainian soldiers killed in the war ということで、まあ、首都のですね、いろんな場所を訪問したということですけれども、その中にはですね、including 含まれているということで、この戦争で亡くなったウクライナの兵士たちのためのメモリアルウォール、記念の壁ですね。そこにも訪れたということですね。まあ、この写真がその時の映像ですけれども、写真ですけれども、訪れたと。そして、Her visit comes one week after US President Joe Biden made an unannounced visit to Kiev ということで、まあ、これも驚きましたけれども、今から1週間前にですね、アメリカの大統領のジョー・バイデン大統領が unannounced 誰にも漏らしていない発表していない首都キエフへの訪問をした、そのちょうど1週間後に今度はですねアメリカの財務長官のイエレンさんが訪問しているということで、もうアメリカのウクライナサポートの本気度がですねもう見えてきますよね。これで、ではこの部分覚えておきたい単語表現ですけれども、 including というのは何々を含むという意味ですね。そして、メモリアルウォール、記念の壁ですよね。記念の壁。unannounced、発表されていない極秘のという意味ですね。unannounced、覚えておきましょう。このあたりの単語表現を覚えておきたいと思います。では次ですね、見ていきたいと思います。Yellow announced another $8 billion in aid ということで、ビリオンは10億ですから、追加で80億ドルのウクライナ支援をアナウンス、表明したと、発表したということですね。そして、Our economic support is helping Ukrainian government and critical service providers operation under extraordinary circumstances ということで、私たちのこの経済サポート、経済的なサポートというのはですね、extraordinary circumstances. extraordinary というのはもう考えられないような、非常にですね。これですね。extraordinary. 並外れたとかですね。特別なとかそういう意味がありますね。extraordinary. 声に出して覚えておきましょう。並外れたこの状況ですね。環境下で、service providers, operational.なんとかですね、ウクライナ側の人たち、サービスを提供している人たち、まあ、軍人も含めてオペレーショナル、まあ、それを遂行できることに寄与していると、こう言ってるわけですね。この部分を覚えておきたいのはですね、announce、発表するですね、ここは過去形になってますけど、announce ですね。そして billion というのは10億ですね。8 billion で80億ドルですね、ドルマークがついてます。そして次ですけども、critical service providers. critical というのはですね、もう必要不可欠な、絶対いるって言うんですね。そして、operational というのは行うことができるという意味ですね。ですので、アメリカのこの財務支援によって、この絶対生活に必要不可欠なサービスを providers 提供している人たちが operational、稼働しているということですね。そして、extraordinary、先ほど出ました。並外れた、特別な、そういう意味がありますね。このあたりの単語表現を覚えておきましょう。では次ですね、見ていきたいと思います。Meanwhile、一方でって言うんですね。Ukrainian's president also released an update on the fight in the country's east ですね。これはフライトになってますけど、ファイトですね。
イーストですから、まあ、東側、ウクライナの東側で行われている戦いについて、最近の情報をリリースしたと、発表したということで、こう言っているということ、he says ですね。It becomes increasingly difficult around the key city of Bakhmut, where attacks continue to escalate ということで、このバフムートという街のですね、街にロシアからの攻撃がエスカレート、さらに激しくなってきていて、increasingly difficult。まあ、日に日に、ますます難しい状況になっていると、こういうことですね。ロシアズディフェンスミニストリー said ということで、ロシア側のですね、防衛省の人間が言ってるのですね。Its troops destroyed a Ukrainian ammunition depot in the area。このバフムートにあるウクライナ側のアミニションデポート。まあ、爆薬庫ですね。弾を置いたりしているその部分をデストロイで破壊したと、こう言ってるわけですね。ロシアンフォーシーズ have spent months trying to capture the city ということで、ロシア軍がこのバフムートの街を陥落させようと、months、数ヶ月間ですね、ここで、戦いを行っていると、こういうことですね。この部分を覚えておきたい単語。meanwhile、一方で、ということですね。前置詞で。meanwhile、一方で、ということですね。リリース、公表するというんですね。リリース。ここは格形になっています。そして次ですけれども、increasingly というのは、どん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 増していくというんですね。increasingly difficult、ますます難しいというんですね。そして、escalate。これはまあ日本語でエスカレートと言いますけども、悪い状況とか攻撃なんかがですね、もっと激しくなっていくというイメージですね。エスカレート。覚えておきましょう。そして次ですけども、デストロイというのは破壊するという意味ですね。ここ括弧になってます。デストロイですね。そして、アミニションデポですね。これですね。Ammunition Depot。アミニションディポーで弾薬庫ですね。覚えておきましょう。アミニションディポー。ここに出てますね。弾薬庫をロシア側が破壊したと、こう言っているということですね。そして、キャプチャーというのはですね、抑えるとか、街なんかをですね、キャプチャー、抑える。獲得する。そんな意味がありますね、キャプチャー。このあたりの単語表現を覚えておきたいと思います。それではですね、このニュースに出てきたポイントとなる単語表現、理解しました。そしてニュースの詳細も得ましたので、字幕なしでもう一度このニュース聞いてみましょう。しっかり字幕なしでニュースの内容を聞き取れるのか、理解できるのか、学習した単語、表現ですね、しっかり記憶に残っているのか、集中して見ていきたいと思います。それでは行きましょう。 Let's check this news again without subtitles. We begin in Ukraine, where a top American official has swept into Kyiv on a surprise visit. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen arrived to reaffirm support for the country's struggle against Russia and to pledge more aid. Yellen met with President Volodymyr Zelensky and others. She visited a number of sites around the capital, including a memorial wall for Ukrainian soldiers killed in the war. Her visit comes 1 week after U.S. President Joe Biden made an unannounced visit to Kyiv. Yellen announced another $8 billion in aid. Our economic support is helping keep the Ukrainian government and critical service providers operational under extraordinary circumstances. Meanwhile, Ukraine's president also released an update on the fight in the country's east. He says it's become increasingly difficult around the key city of Bakhmut, where attacks continue to escalate. Russia's defense ministry said its troops destroyed a Ukrainian ammunition depot in the area. Russian forces have spent months trying to capture the city. どうでしょうか。字幕なしでですね、もう一度見てみましたけれども、ニュースの詳細の意味、学習した単語表現、しっかり聞き取れましたでしょうか。いろいろな英語をたくさん聞いてですね、スピード、発音、アクセント、まあリズム、そういうものに慣れていく。そして分からない単語表現をしっかりと覚えて、語彙力を増やしていくということで、確実にリスニング力とですね、語彙力、表現力が上がっていきますので、たくさんいろんな英語を聞いていきましょう。それでは次はですね、英語を話す練習していきたいと思います。音読練習ですけれども、日本人、英語が話すのが苦手と言われていますけれども、私はその原因の一つはですね、
どうしても日本にいると英語を話す機会がない。ですので、英語を話すことに慣れていないと思うんですね。ですので、日頃から音読練習とかシャドーイングの練習をして、英語を話すことに慣れておくということがですね、スピーキング力アップへの近道だと思っていますので、視聴者の皆さんとこれからたくさん英語を話していきたいと思います。口の筋肉が筋肉痛になるぐらいですね、英語用の横開きの口を意識しながらたくさん英語を話していきましょう。やり方は非常に単純明快で、この左側の NHK ワールドニュースキャスターのお手本英語を部分部分聞いて、その部分部分聞いた部分をお手本を真似して音読する。まあ、本読みの原理ですね。本を読むのが上手い方、その英語を聞いてそれを真似して右側の原稿を読むということで、スピーキング力上げていきたいと思います。それでは左側の英語を集中して聞いて、その後右側音読練習。視聴者の皆さんも一緒に英語を声に出していきましょう。では、Let's speak in English out loud as much as possible. We begin in Ukraine, where a top American official has swept into Kyiv on a surprise visit. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen arrived to reaffirm support for the country's struggle against Russia and to pledge more aid.ではこの部分行ってみましょう。視聴者の皆さんもしっかり最初ゆっくりでもいいので英語ここに出していきましょう。では行きます。 We begin in Ukraine, where top American official has swept into Kyiv on a surprise visit. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen arrived to reaffirm support for the country's struggle against Russia and to pledge more aid. ですね。では次の部分ですね。左側のお手本英語を聞いてしっかり英語を話していきましょう。Yellen met with President Volodymyr Zelensky and others. She visited a number of sites around the capital, including a memorial wall for Ukrainian soldiers killed in the war. Her visit comes 1 week after U.S. President Joe Biden made an unannounced visit to Kyiv. 次この部分行ってみましょう。一緒に英語話していきます。Yellen met with President Volodymyr Zelensky and others. She visited a number of sites around the capital, including a memorial wall for Ukrainian soldiers killed in the war. Her visit comes 1 week after U.S. President Joe Biden made an unannounced visit to Kyiv. ですね。さあでは、どんどん行きましょう。次、左側の手本英語を聞いた後、英語を話します。Yellen announced another $8 billion in aid.Our economic support is helping keep the Ukrainian government and critical service providers operational under extraordinary circumstances. ではこの部分行きましょう。少し聞こえにくかったですけれども、本読み行きましょう。Yellen announced another $8 billion in aid. Our economic support is helping Ukrainian government and the critical service providers operational under extraordinary circumstances.それでは最後の部分ですね。左側の手本英語を聞いて、右側しっかり英語を話していきましょう。Meanwhile, Ukraine's president also released an update on the fight in the country's east. He says it's become increasingly difficult around the key city of Bakhmut, where attacks continue to escalate.Russia's defense ministry said its troops destroyed a Ukrainian ammunition depot in the area.Russian forces have spent months trying to capture the city. ではこの部分ですね。音読いきましょう。Meanwhile, Ukrainian's president also released an update on the fight in the country's east. He says it's become increasingly difficult around the key city of Bakhmut, where attacks continue to escalate. Russia's defense ministry said its troops destroyed a Ukrainian ammunition depot in the area.Russian forces have spent months trying to capture the city. ですね。さあ、どうでしょうか。視聴者の皆さんもしっかりですね、お手本を聞いて何度も何度も英語を話す練習を実際にすればですね、コツコツと一歩一歩、ステップバイステップでどんどん自分の口から出る英語が上達していくのがですね、わかりますので、諦めずに、毎日毎日コツ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 英語をどんどん話していきましょう。それではですね、このニュースから英語で情報を取りました。次は、What did you learn? Feel from this news? じゃあ、あなたはですね、このニュースを聞いて情報を得てどんなことを思ったんですか、どんな情報を得たんですかということを自分の言葉で話す、より実践的なスピーチ練習行ってみたいと思います。
実践の場ででもですね、自分の思いを相手に英語で伝える。英検1級二次試験でもですね、自分の相手を、自分の思いをですね、3分間英語でスピーチするという試験もありますので、非常に自分の思いを相手に伝えるという、英語でですね、その能力は非常に大切ですので、今から練習していきたいと思います。使うのはですね、この Google 自動翻訳無料ですけれども、英語から日本語の設定にしておいて、このボタンですね。音声入力による翻訳ボタンを押して、英語で話し始めると、なんと話した英語すべて Google が文字に起こしてくれます。そして右側にはですね、その英語の日本語訳を表示してくれますので、スピーチが終わった後、自分がどんな内容のスピーチをしたのか、自分の発音、アクセント、使っている単語、文法ですね、これがおかしくないのか、そして日本語を確認して、意味のしっかり通っているスピーチができているのかということを振り返ることができます。振り返ってですね、悪い部分を修正していくということを繰り返すことによって、どん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 自分のですね、実践的なスピーチ力、英語で自分の思いを相手に伝える力というものが上がっていきますので、視聴者の皆さんもぜひですね、自分の思いを英語で相手にスピーチしてみる、伝えてみる練習してみてはいかがでしょうか。それでは、私がこのニュースを見て感じたこと、思ったこと、得た情報なんかを織り交ぜながら、英語でスピーチしてみたいと思います。行ってみましょう。Let's try to speak my opinion in English. Again, this was a surprise news for the world. Because 1 week ago, U.S. President Joe Biden surprisingly visited the capital of Kiev in Ukraine.It was shocking and it was kind of a determination of the United States to support Ukraine until they will win against Russia. 1 week after that, this time, U.S. Treasury Secretary Ms. Yellen visited the capital again and pledged further support, financial support,as well as military support to Ukraine. So, the visit of this key person, President of the United States and the Secretary of State, is very deep meaning for the world. That means United States definitely support Ukraine until Ukraine.Defeat Russia. President Biden, also Ms. Yellen, both of them is not young. I can say President Biden is 80 years old, and I'm not sure how old Ms. Yellen is, but maybe almost same age. So both high-age people.Actually visited the capital of Kiev and show the world of their willingness to protect Ukraine against Russia's invasion. So the meaning of this visit is very, very deep and so impactful for the world. So I'm so surprised and impressed by this news.This is what I feel after I checked this news. こんな感じでですね、このニュースを見た後の自分の思いとか得た情報なんかをスピーチしてみましたけれども、話した英語ですね、このように Google がすべて文字に起こしてくれていますので、これをですね、振り返ることによって、自分がどんなスピーチをしたのかということをですね、理解することができます。右側には日本語が載っていますので、日本語でもですね、自分がどんなスピーチをしたのか、意味がしっかり通っているのか、英語で自分のスピーチできているのか、発音、アクセント、大丈夫かどうかということを確認できますよね。そして、このボタン、音声を聞くボタンを押すと、なんとこの英語を Google が音読してくれますので、自分のスピーチを音で振り返りながら、右側の日本語と照らし合わせて自分のスピーチ振り返ることもできます。
それでは私の英語スピーチを振り返ってみましょう。Let's review my English speech. Again, this was a surprise news for the world, because 1 week ago, U.S. President Joe Biden surprisingly visited the capital of Kiev in Ukraine. It was shocking and it was kind of a determination of United States to support Ukraine until they will win against Russia. 1 week after that.This time, U.S. Treasury Secretary Ms. Yellen visited the capital again, and the pledged further support, financial support as well as military support to Ukraine. So the visit of this key person, President of United States and the Secretary of State, is very deep meaning for the world. That means United States definitely support Ukraine until Ukraine defeat Russia. President Biden also missed.Garen, both of them is not young. I can say President Biden is 80 years old. And I'm not sure how old Miss Yellowing is, but maybe almost same age. So both high people actually visit the capital of Kiev and show the world of their willingness to protect Ukraine against Russia's invasion. So the meaning of this visit is very, very deep and so impactful for the wild.So I'm so surprised and impressed by this news. This is what I feel after I check this news. こんな感じでですね、自分のスピーチ、英語と日本語で振り返ることができます。意味がおかしいなと思うところはですね、発音がおかしかったり、使っている単語、文法がおかしいので、そこを見直してですね、まあ、さらに自分のスピーチを高めていくと。これの繰り返しで確実に、実践的なですね、自分の思いを相手に伝えるというスピーチ力、どんどん上がっていくと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ、トライしてみてください。それでは、少しおかしいところですね、左側の英語、直したいと思います。こんな感じでですね、英語少し修正してみましたので、興味のある方はですね、動画一時停止ボタンを押してですね、私のスピーチ、参考にしていただければいいかなと思います。この練習を本当に繰り返すことによってですね、自分の思いをまとめて相手にどんどん英語で伝えるという力がどんどん高まっていくので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習ですけども、 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力アップ、そして英語で情報を取りながら今世界でどんなことが起こっているのかという情報力もアップしてみました。バイデン大統領に続いて、アメリカの財務のトップ、イエレン、国務長官ですね、財務長官が、ウクライナの首都キエフに電撃訪問をしたというニュースでしたね。もうアメリカ、西側諸国は絶対にロシアに勝たすわけにはいかないと。何が何でもウクライナを守り抜いて、そして武力ではですね、領土拡大はできないんだということを世界に本当に示さないといけないなと。個人的に思っております。皆さんはこのニュースをですね、英語で学び情報を得てどんなことを思われましたでしょうか。引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、気に入ったら英検一級家事チャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。 Thank you so much for watching my video till the end. I hope you like my videoAnd we could learn new English vocabularies as well as information from this video. If you like it, please subscribe my channel. I try to achieve more than 1,000 subscribers of my channel. Please follow me. Please follow my channel. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.